い、ということで今回もやっていきたいと思います。え、ってことでこれで普通にいけるんかな。アクアモードなのこれ。あ、すごい、普通に進める。何あれ、ホエルコかなんか、ちょっとよくわからんけど、とりあえずなんかめっちゃ出てくる。ふふ、怖い怖い。なんかこのでっかいやつめっちゃ出てくることない。どこに進めばいいんだろうか。あ、陸地ある。あ、そっか、そのまんま行けるんか。どうも。どうかしら、私のシークレットビーチ。ひんやりとして海に浮かぶこじんまりとした神秘の楽園。せっかくいらしたあなたにいいものをプレゼントしますわ。おー、シークレットビーチに来てよかったな、私。アイナはワザマシン45ダイビングを手に入れた。やった。1ターン目で潜り、2ターン目に浮き上がって攻撃する。ダイビングの技はね、水に潜っている間は相手の攻撃を受けないの。そう、寒くて誰も来ない私のビーチに似ているかもね。もう、ほんとよね。この雪の降る中、よくこんな。確かにビーチだけど、寒いよな。クールすぎるだろ。やばいっすね。おう、ダイブボール。水の世界で暮らしているポケモンが捕まえやすくなる、ちょっと変わったボール。やった。ね、さっきどっか光よ、ん?あっこにも人がおるな。さっきなんか光おらんかった?この辺。あれ、気のせいかな。気のせいか。あ、こっちや、光よんの。相手に当てる技で急所を狙う。それだけだ。こう。まあ、言葉で言えばそれだけだろうけど。空手用の剣士が勝負を仕掛けてきた。急所に当てられることもなく、ゴリ押しで試合終了。イエーイ。四つの技を使いこなす。ただそれだけのことなのに。え、言うだけなら簡単なんやって。ガラルには昔の名探偵が駆使している謎の格闘技、バリッツというものがあるらしい。バリッツ?うん。なぜ昔の名探偵が駆使していたかがよくわからんけど。おお、アイナは黒帯を見つけた。やった。気が引き締まる帯。持たせると格闘タイプの技の威力が上がる。え、これ持たせようや。え、これ持たせるべきやろ。黒帯。もう早速赤投げに渡すわ。で、今、達人の帯持ってんやけど、どうしよっかな。これ一応格闘とか関係ないし、炙り棒にも出すとこ。オッケー。ね、君は誰なの?やっぱ吠える子で合ってるの?よっしゃ、来い。捕まえてやるわ。どうしよう。山嵐。今なぜ眠ろうと思ったの?現実逃避ですか?急所に当てないでくれるかな?空手王は急所に当てるのがいいって言ったけどさ、そりゃ。く、ちょ、進んでいきますか。どこに行けばいいんやろう?多分この白いところは進めんところってことよね。あ、誰かおった。キャンプまでしようらあんなとこで怖っ。ポケモンと組み合い、鍛えてわしの強さ解くとみよ。こんなところでキャンプしてたら死ぬことない。寝たらダメだ状態。空手用のタクマが勝負を仕掛けてきた。よし来い。おお、打撃。こっちは嘆きだよ。そのまま打撃と嘆きの戦いになると思いきや、ここは効果抜群の技を持つホレードにチェンジして危なげなく勝利。とりゃ負けた。まだまだ修行が足りん。頑張ろ。こんな過酷な環境で修行しようんやけん。わし自身が戦えばチャンピオンに勝てるかも。いや、でもポケモンが戦わないとね。あ、おまわりさん。ワイルドエリアのどこかにいる噂のキャンプキング、君はもう会ったかい？テントの色を変えてくれたり、カレー図鑑をチェックしてくれるよ。もし寒くて疲れたのなら僕のキャンプへどうぞ。あ、キャンプキングなんや、あれって。ん?あ、ここになんか、あ、ここにも光おる。不思議な雨。向こう側は、あー、なるほど。一旦、海に出ないといけない感じですか。ちょ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 。めっちゃいろんなポケモンたちが。元気の塊、やったね。よし。それじゃあ進んでいこう。こっちの方向かどうかはわからんけど。多分下へ下へ行きよったらいけるやろ。一度倒してしまったホエルコを捕まえるのに再度挑戦。体力を削った後ダイブボールで。
3つだけないな。まあいいや、使ってこ。あるものは使わないと。もったいない。ちょうど寝おるし、自分で。やった、速攻でホエリコ捕まえれた。やったね。ゴビットレベル45。さあ、あ、まだやった。図鑑の方まだやった。ゴビットが進化。おや、ゴビットの様子が。どんな感じになるんやろ。でももっとごつくなるんやろうな。ゴーレムやもんね。おー、すごいかっこいいやん。おめでとう、ゴビットはゴルーグに進化した。いいね、いいね。ゴルーグのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ゴルーグ、ゴーレムポケモン。古代人のお城の壁にはゴルーグがビームを打つための砲台のような台座がある。へえ、そうなんや。そして、ホエルコのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ホエルコ、タマクジラポケモン。飲み込んだ海水を目の上の鼻の穴から吹き出しアピール。毎日1トンの弱しを食う。弱し。そういえばそんなポケモンおったね。出てこんのかな、ここには。水タイプだけなんよね。なるほど、なるほど。よし、進んでいこう。こっち側に行けたりとかするんかな。あ、草むらや。草むらや、抜けた？あ、誰かおる。釣りも勝負もタイプの相性は大事です。うん、大事。それは確かに。ん？抜けたわけじゃないんかな、別に。釣り人の港が勝負を仕掛けてきた。ここの島に、おう、懐かしい。ここの島に草むらがあるっていうだけかな。え、でも看板立っとったよね。ってことは抜けたか？水のゾーンを抜けたかどうかが気にかかって上の空で戦っているうちに試合終了。トゲトゲなポケモンで負けると心がチクチク痛みます。あ、そっか、2匹ともトゲトゲやった。トゲ好きなん？そういうことですか。じゃ、この辺にもなんか新しいポケモンがおるんよね。ん？これもしかしてあれじゃない？違うかな。ひどいでの進化系とかじゃないんか。野生のドヒドイデ。ほら、多分、絶対そうやん。ヒドイデの進化系やろ。ドヒドイデ。なんかテントみたいになっとるね。中身ちっちゃくない？中身めっちゃちっちゃくない？あれやん。魔法陣ぐるぐるのさ、誰やった？誰やった？名前が思い浮かばない。妖精のやつ。ギックルです。あんな感じじゃない？あの子もさ、テント状態になったらこんなんやん。まあ、こんなんって言っても中身顔だけ外に出とって中身ふんどしやけど。わかる？伝わるかな。もう捕まえることよりギックルのことを分かってほしい。愛これ捕まえて。どうだどうだどうだ。お、来る。やったー、ドヒドイデを捕まえた。ふう、やったね。進化系もちゃんと抑えたよ。ドヒドイデのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ドヒドイデ、人手なしポケモン。相変わらず人手なしなんやね。度がつくほどの。ガラル地方の冷たい水温に耐えるため、足でドームを作り、内部を体温で温める。めっちゃ体温高いんかな。毒水か。水タイプなんやね。なるほど。君は誰？どういう状態？野生のタタッコが現れた。タコかな？かわいい。かわいい。ちょ、待って、ポケモン、ポケモン。ツボツボに変えとこ。あれはグローブってこと？これ、なんかさ、もうちょっとで抜けれそうな感じな気がするけど、街に入ってすぐに戦闘とかないよね。私だいぶポケモンたち傷ついたんやけど。大丈夫でしょうか。などと言ってる間に、つぼつぼも再起不能になってしまい、その上。うわ、やっつけたやん。マジか。え、そんなにレベル差あった？つぼつぼと。なんか、2違うとそんなに違うの？マジで？くっ。あれ、やっぱり、え、こっちってこと？なんかお得な掲示板立っとるね。
お得な掲示板、ポケモンを捕まえようとした時、投げたモンスターボールなどが1回しか揺れない時があります。ポケモンをたくさん捕まえるほど発生しやすくなる現象で、いつもより捕まえやすくなるため捕獲クリティカルと言います。ホエルコの時がそうですね。どういうこと？ちょっとよくわからない。泳ぎで鍛えた筋肉、筋肉で繰り出す技。看板類が増えてきたけん、きっとどこかしらに上陸できるはず。海パン野郎のユウヤが勝負を仕掛けてきた。よし来い。何モンスターボールの匂い嗅いでるの。パルシェンや、パルシェン。さあどうする。起死回生、ここでの起死回生。でもなんか向こうに逆にやられそうな感じするよね。とりあえず、ああそうか、ペロッパフがやられているんだペロッパフはやられているんだ。誰で行くよ、ホルード。いやもうとりあえず赤投げ起死回生行くか。よし、混乱しないで。下下振りじゃないよ今の。起死回生、おお一発や。あ、よかった、効果抜群。マジでマジでよかった。おー、しかも勝った。負けたショックを癒すため、遠く遠くまで泳いじゃうぞ。大丈夫、戻ってこれなくならないカロス地方まで泳ぎきる泳ぎの達人もおるのです。カロス地方はどの辺にあるんですか。今までに出てきたやつ。あ、なんか木の実まであるやん。ここに来てもやっぱりあれですかね、欲張りすが落ちてくるんですかねそういうことなんですかね。なんか落ちてきそうじゃない。どこに行っても木の上には欲張りすがおるような気がしてきたよ。もう私はこんなところにも木が生えるんやね。お、落ちてきた。はい、来た欲張りすいいよ君は、もういいんだよ君は。ってことで木の実だけもらっていくね私。ヤトピの実以外は全部ゲット。よし、オッケー。どうもトレーナーさん、休憩もできたしちょっと相手してくれる。了解、全然いいよ。ビキニのお姉さんのヤスコが勝負を仕掛けてきた。セクシーだな。おお、鉄砲。絵が綺麗になった。おかげでビキニのお姉さんがちゃんとセクシーに見えることに、テクノロジーの進化を感じる今日この頃。あ、ちなみに赤投げとホルードはやられました。ふう、私は人魚、このまま海に帰りたい。帰りなよ帰りなよ。じゃあポケモンに持たせてあげる木の実を探していたんだよね。あ、それでここに上陸したん。ごめん、全部取っていった私もうすべてなくなってしまった。あ、待って、これはどこへ行けばいいんだ。こっちか。あ、なんか抜けれたっぽくない？違う？ PP マックスゲット。ポケモンが覚えている4つの技の PP をすべて回復する。もう抜けたんじゃない？あ、ほら9番道路スパイクタウン外れって書いとった。真珠、綺麗な銀色に光る少し小さめの真珠、ショップで安く売れる。安いのか。あ、どうも。そこも光よるね。好きなドヒドイレとどこまでも泳ぐために研究してんだ。ドヒドイレ。ビキニのお姉さんのマリエが勝負を仕掛けてきた。ドヒドイレ一体だけ？勝負に挑むのはいいのだが、アブリボンも倒れ、残りはゴルーヌ一体に、効果抜群の地団駄でなんとか勝利。水タイプの限界。いや、まだまだ工夫できる。頑張って研究。水着にヒレをつければもっと早く泳げるのかな。でもドヒドイであんまり泳いでくれないんだよね。もともとそういうポケモンなんじゃないの。違うの。おお、大きな真珠、綺麗な銀色に光るかなり大粒の真珠、ショップで高く売れる。いいね、めっちゃいろんなもの落ちとった。こういうのね、岩とかになんかありそうやけど、なんもないの。なんもないのか。あひどいで、ちょっと邪魔。君はもう私捕まえてるからいいんだ。逃げさせてね。
待って、慎重に避けて進んでいこう。え？違う違う違う。待って。何やってんのね。シャッターが入れんってこと？あれは一体誰のポスター？マリーかな？スパイクタウンに入れなくてずっと足止めされてるの。困るそれ。悪タイプのジムリーダーに挑戦できないんだよ。ここだけ入り口。なぜシャッターが閉まってるんだ？ジムバッジをもらえないじゃないか。この4人しかたどり着けてないん、ここまで。お、ちょっとちょっと会えな。何そんなとこから。寂れた街でも暮らしているポケモンは人には大事だか、大事だからな。大事じゃなかった。ここの4人が挑むってこと。お、いなくなったけど。こっちから行けるってことか。お、入れるやん。待って、今なんか光寄ったのがすごく気になる。アイテムやろ。ほら。エフェクトガード3個。戦闘中5ターンの間、味方の能力を下げられなくする道具。どうしたの？私、ここの生まれだから、ちょっとした裏口を知ってるの。あんたも街に入りたかったら案内してあげるよ。ただし、あんたはライバルだもの。私に勝てたらの話だけどね。マジか。喜んでって言いたいけど、ちょっと待って。んっと、見込み違い？ううん、準備をするのか。わかった、ここで待ってる。この先には、うん、なるほどね。多分それポケモンセンターやろ。ポケモンセンターに行かせろよ、おい。ちょっと待って。じゃあここでちょっと回復して。あ、てかここでちょっと一旦、キャンプ。料理をしましょうか。さあ、どんなのが完成した？あ、ゴルーグどこにおったん？カレー、めっちゃ普通のが出来上がった。味は？いい感じ。よし。回復はどれぐらいできるかな？遭難スキル、少し経験値をもらう。HP 半分ね。なるほど、了解です。さあ、行くかみんな。キャンプで過ごして経験値をもらった。さあ、準備万端よ。勝ちますし、喜んで。めっちゃ暗い街やね。嫌や、なんか。あんたも勝ち残っているジムチャレンジャー。前に言ったように、ライバルとして尊敬してる。でもね、私もいろいろ背負っとるけん、負けるわけにはいかんとよ。九州の人ね。応援に来なくていいよ、わざわざ。ポケモントレーナーのマリーが勝負を仕掛けてきた。よし、来い。じゃあもしかしてジムリーダーが親とかそういう感じじゃない？違うかな？そういう可能性ありそうじゃない？やけんなんか、ひいきにされとるみたいな。私もパワーアップしたけんね。そんな跡が見えなかったわ。よし、当て身投げ。格闘で全然いけるやん。なんだなんだ。なんだなんだ。当てみな、びっくりした、避けられたんかと、毎回避けられたんかと思ってびっくりするんやけど、あれ。オッケー。お、つぼつぼレベル51。ドクロックってどんなゴースト？いや、ちょっと一旦このまんまで行こうか。あー、なるほど、こいつか。思ったのとは全然違ったな。飛行が効くんじゃない？違う？ホルード。とりあえずホルード出していこっか。毒かな？格闘？飛び跳ねる。あと1回しか使えんけど。はぁ、せこいよ、ちょっと。不意打ちやけん、しょうがないけど。
よし、これで4匹持っとんやね。なるほど。飛び跳ねる効果抜群やろ。おいしおいしおいし、いい感じ。でもちょっと飛び跳ねるが使えんけん、突進とかで行こう。お、いいよいいよ。突進、当たれよ。タイミングタイミング、よっしゃ、オッケー。さあ次のポケモンは、お、ホルードレベル51、赤投げレベル52、ゴルーグレベル46、ズルズキン。どういうポケモンどういうポケモン。あー、なるほど。あ、ズルックの進化系ってことかな。何系やろう。この子も多分飛行でいけるんじゃないかと思うんやけど、ただ飛行がないんだな。よし、ここはもう地震とかでいくか。地震、お、なんか確実に殴られよるよねあー、ほら、やっぱり格闘系や。そう、しかも効果抜群やし。さあ誰でいく。ペロッパフ、ペロッパフでいけるいける。どうよ、見た目の差。ドレインキス、これでちょっと相手の体力減らしていこう。あ、いけるいける。あ、効果抜群か。よかったよかった。こっちも回復できたし。お、アブリボンレベル53。モルペコ、かわいい感じの名前。さすが私のライバル、気持ちよく追い込んでくれるじゃん。モルペコ、あー、この子か。かわいいかわいい、この子。ドレインキスでいけるよね。かわいい、もうイチャモンつけてくる姿すらかわいい。ペロッパフはイライラしてるけど。ドレインキス、お、これプラスの次、じゃれつ効果。じゃれつ効果。おっと、そっか、それを繰り返すんよね。ジムチャレンジャーマリーが選ぶとっておきの技だよ。え、スパーク、別にとっておきっていうほどの技じゃなくない、普通の技やん。じゃれつく、よっしゃ、効果抜群。せっかく可愛いのに、モルペコ。ペロッパフレベル51。よし、入れてね、街に。なんだよ、マリーたちのいいところ全然出せなかったじゃん、もう。それはしょうがないよ。私のパートナーなのに、モルペコが強いあんたを気にしてるのもなんとなくわかるよ。でもね、私スパイクタウンのみんなを喜ばせるんだから。忘れんで、もう一度あんたと戦うため、絶対ジンバッジ8個集めるけん。チャンピオンカップでリベンジやけん。じゃあ約束、私についてきてよ。この子の喋り方はすごくなんだか読みやすい。スパイクタウンに入りましょう。入りました。すごいね、なんかスラム街って感じやね。あ、天井あるん。スパイクタウン、ものすごくさびれた感じ。スパイクタウン、多くの店が雑然と並ぶ、どこかパンクな雰囲気の街。でもちゃんとこういう看板はあるんやね。ちょっと回復だけしていこうか。きっちりと。お、やっぱり至るところにエール弾が。至るところにエール弾。はい、回復していく。お預かりした嘆きたちはみんな元気になりましたよ。またのご利用お待ちしてます。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあね、やけんここのジムリーダーがマリーの親族という可能性は大いに出てきたんじゃなかろうか。多分わからんけど。